皆様こんにちは。え、今日さ試合前にというか年が変わる前にやりたいことがあって。何？初心を取り戻すということで、佐々木くんの一番最初に俺たちが YouTube 始めた家、お母さん住んどんでしょ？そう。ちょっとあそこに一回戻ってさ、初心に帰ってみようかなって。ああ久々に。佐々木くんはこんな家に住めるようになってさ、俺も高級車買ったり、まあ、ここまで成り上がってきたじゃん YouTube で、うん、1年半ですよまだこの期間だけど、やっぱ初心って大事だと思うんですよね。佐々木くんと俺がさ深夜まで編集しながらやってた一番最初の時。懐かしいですね。で、あそこ、まあ、吉田くん行ったことないと思うけど、拓磨と俺と佐々木くんは何回も撮影してますからね、うん、サイコパス診断とか、うん、八千くんに勝った時のなんか祝勝会とかもあの部屋だったし、思い出の場所なんでね、あそこにその高級車で、俺今日車で来たんで、なんか語りながら佐々木くんの家に戻って、まあ一回その部屋に入ってみて、どんな感じかっていうのを昔を思い出しながらっていうことで、おやっていきますか、じゃあ。ということで早速佐々木くんの家に向かっていきますか。懐かしいなマジで。そっか、吉田くん来た時はもう佐々木くん引っ越しちゃったんですよ。そう、だから俺行くの初めてだからさ。吉田くんが大好きな占いの家よ。あそこか。大好きなんですか。いや俺あの動画一番好きだから。で見とった時は騙されたんでしょ。で最初佐々木くんが出てくると思わなかったでしょ。思う思う。あそこに行けるということで。そうだね、うん、シンプルにでも1年半ですごい成り上がりだよな。でもさ、うん、俺が来た時ってもう確か50万人いってないぐらいの時なんだけど。そうだね。うん、初心を思い出すって俺ちょっとこの回邪魔じゃない？いやそんなね。過去を知るっていうのもいいでしょ。うん、あそもそも佐々木くん、うん、あの一軒家に住んどったじゃん。はい、あれ最初一人暮らしで住んでたの？あそう。一軒家を一人暮らしで住もうと思うよ、うん、発想的に。安いんですよね。確かに10万ぐらいだっけあれ。10万ぐらいですね。あそこで佐々木くんが下に家を決めたことによって、うん、俺と佐々木くんはこう出会ったからね。結局電車で出会ったじゃん。ジムは一緒だったけど、うん、別に関心もなかったでしょうね。その電車で一緒だったからこそ話して一緒に YouTube やるってなったから、うん、あの時シモの家を選んでなかったら一緒にやってないもんね。やってないですね多分。マジで本当にすごいとこまで来ましたね。こんな車乗れんよ普通。いや本当ですよ。佐々木くんは車乗ってんの？ BMW 買ってたじゃん。ああ乗ってます乗ってます。本当に？いや車ねマジで夜ドライブ行くとめっちゃ楽しいよ。そうなんですよね。どこにドライブ？上開けて。俺お台場とか行っちゃったけどね。行っちゃった？行っちゃったよ。レインボー通ってのお台場とか行っちゃったよ。絶対バレるでしょ。そうめちゃめちゃ気づかれてる。朝倉未来だって動画で出しとるからねこっち。あそうか。でこの車乗ってる人少ないじゃん多分。指さされる？指さされるし一回追いかけられたし。一番最初 YouTube 始めた時は4月ぐらいだっけ。佐々木くんとはねちょこちょこ電車で会うたびに YouTube やろうと思っとんだよねって俺が言っとって、はい、でやった方がいいですよみたいな感じでね。そうめっちゃ押したっすね。なんか俺記者会見動画がめっちゃ伸びとって、うん、なんか他の選手も天心くんとかさ堀口選手と か、うん、なんか俺より知名度ある選手たちよりもなぜか俺の記者会見の動画とかが伸びとったんだよね。50万再生とか値段だけで、あ YouTube これもしかしたら成功するかもしれんなってことで、まあ、始めたって感じかな、うん、でも最初ちょっと悩んどったっすよね。うん、それはなんかね俺全部予想できたんだよね始める前に、うん、懸念すべきところもう今実際そうなってるけど、うん、格闘家としての箔がちょっとなくなるなっていう、うん、そこはもう間違いなくなくなってるしね、うん、本当は格闘家はなんか謎に包まれてた方がかっこいいじゃん。実生活とかはほとんど映さずにさ、うん、試合の時だけ見れるぐらいの方がやっぱ、まあ、何してるか分からんすけどね。そうそうそう今までがそうだったからね、うん、まあそうだったね。ずっとそこと有名になることはやっぱ絶対じゃん成功する上で YouTube で、ね、だって格闘家が格闘技っぽい YouTube やってて伸びるわけないと思ったもん初めから、うん、YouTube で成功しようと思ったらそこはなんか売らないといけないとかさ魂で。そんなのなんかやる前から分かってたよね正直。いやあのさ話変わるけどさ、うん、結構変わるんだよねこれだけ吉田君。話変わるんだけど、うん、1本目あるやん、うん、あれはどこで撮ったの？佐々木くんちの。あれね俺の家だよね。俺が昔住んでたその佐々木くんちの近くの家、でソファーで撮って、でマジで俺 YouTube の厳しさを知ったね、うん、その時マジで俺心折れそうになったのは、うん、部屋で一人でカメラと対面して喋り続ける難しさ。はじめまして朝倉未来です。今回からね YouTube に動画を投稿していくことが決まりました。俺なんかほんとねトークスキルマジこの1年半でめちゃめちゃ上がったと思うよ。うん確かに。最初なんてもう全然話せなかったじゃん。話がね得意ではなかったからね別
全然得意じゃなかったですよね。だからそれも必死に勉強したって感じはね。結構カット入れたっすよ、あの編集。あれめちゃめちゃカット入ってたでしょ、うん、でも最近別にカットあんまりいらないでしょ。そうです、そうです。話すスピードもだいぶ上がったよね。だいぶ上がったね。あの最初の動画なんてめっちゃゆっくりじゃん。そう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 、今の俺みたいな。言葉を選びまくってたよね。頭の回転自体は変わってないんだけど、うん、とにかく選んでたみたいな。確かにあの初めてのアップロードの時俺も一緒にいたもん。なんかすごかった伸び具合、登録者が、うん、スワイプするたびにねガンガン増えてさ、すげえみたいな。1回のさ、うん、動画で何人までいったの登録？1万人ぐらい。もう3日で行ったよね。いました。3日で1万人ぐらい行って、すごかったね。格闘家 YouTuber っていなかったじゃん。八千くんと堀口くんぐらいだったから。正直その時はそうっすね。2人とも格闘技っぽいことやってたから、完全な YouTuber っぽい作りで始めたの俺が一番最初と思う、格闘家の中で。だって海なんてさ、 YouTube なんか絶対やらんって言ってたからね。で俺が成功して俺もやろっかなとか言って1ヶ月後にもう、そうそうそう。だから先見の明があったかもしれない俺には。もう今じゃみんな格闘家も YouTuber っぽくやってるじゃん。まあ、格闘家っぽくやってる人もいるけどさ、ほぼやってんじゃない。ほぼやってるね。いいことだと思うよ、うん、いい流れだと思うし、そもそも SNS の中で一番 YouTube の利用人口が多いじゃん。 YouTube を使ってない人って結構少ないと思うんだよ、探しても。だからテレビと同じような感覚になってきてるから、そういった点で YouTube の市場でバズってるっていうのはすごいことやね。だから今回の視聴率とかでどんぐらいいくかちょっと見ものだよね。ガキツカとかは紅白も面白いけど、格闘技の魅力をちょっとでも多くの人に知ってもらえたら嬉しいなっていうのがあるんで、まあ、勝負の年ですよ今年の大晦日は。マジで日本格闘技の存亡がかかってるっていうかさ、この大晦日のために今まで温めてきたみたいなことがあるから。柴田も決まりましたもん。柴田も決まったね。詐欺村社長が頭柔らかい人で、俺は感心したけどね。逆になんかそういうの絶対やらない人だと思ったから、俺自分で大会開催しようと思った。そういう柴田とかいろんな人使って、その中にガチの戦いも含めてさ、それで初めて格闘技の枠からいろんなファンが増えるわけよ、まあ、にわかファンっていうの。にわかファンが多くないとやっぱ盛り上がらないですよ、ガチファンだけじゃ。視聴率楽しみだな。まあ、視聴率はもちろんなんだけど、まあ、一番最終的に大事なのは強さだからね。勝たないと何も意味ないから、そこだけはしっかり勝って視聴率も取ってっていう。この間斉藤戦をさ見てたらなんかムカついてきて、で腕立てバーピージャンプ500回やろうと思って、やったら400回ぐらいで、なんか300回ぐらいからなんか腕の感覚なくなってきて、400回ぐらいでなんかおかしくなって、で剣がなんか切れたんだよ、たまに曲がらんくなってさ、2日3日ぐらい。もう治ったんすか？もう治った。ちょっとまだ痛いけどね。まあ絶対年末までじゃなくて。うわ、王子懐かしいな。たくまとさ YouTube 始まった直後さ、たこ焼きよく食いったな、銀だこ。行ったね、銀だこ。銀だこ行ったり寿司食ったり。たくまは YouTube 始めて1ヶ月後ぐらいに引っ越してきたんだっけ？そうだね。俺たくまのすごいところはさ、もともとブランドをやるために俺呼んだんだよね、うん、で YouTube とかを全くやるつもりはなくて、でもブランドの販売を俺はしたかったから、それで東京来てくれっていう話だったんだけど、そもそもブランドなんか展開するまでに結構時間かかるわけやん、うん、なのにたくまはなんか何にも確立されてない状態で来たじゃん。ツタヤで働くとか言ってでたくまが来るっていうのもあって、俺 YouTube 始めといて保険でなんかちゃんと給料を支払えるようにしといた方がいいなと思って始めたんだよね。だからちょっとそれも、うん、良かったことかもね。たくまが来てくれるってことで踏み切れたっていうのもあったかもしれない、うん、でも何にもない状態の時になんで来ようと思ったの？すでに確立されてたわけじゃん、ある程度その50万とかさ。まあシンプルに楽しそうだなっていう。でも設備の仕事も楽しかったでしょ？あ、めちゃくちゃ楽しかった。それはやっぱ現場も好きだったし、60歳まで一生懸命現場頑張って、まあ、自営で、まあ、大体相場っていうか、もうみんないろんな人がやってるじゃないですか。まあ確かに、ね、一生懸命頑張って多分ここら辺までなんだろうなっていう。あ、一台で築ける資産みたいなの、うん、そう大体今、まあ、これぐらいだなってなんとなくわかるじゃないですか、うん、だけどこっちはマジでわからなかったんで。まあ、俺は夢語るしね、よく。たくまと仲良くなったのさ、うん、なんかあんま動画ではわからんけど、たくまはすごい志高かったんだよね。まあ、貧しかったっていうのはある。家庭環境が。そう。でもみくるとその地元で2人で飯食ったりしてて、なんか話してるの楽しかったのです。確かに。なんか僕も結構地元の友達とかにそんなことできるわけないだろうみたいなこと語ってたんですよ。うん、だけどなんで分かってくれないのかなみたいな。だけどみくる結構理解してくれてたんで。さ、同じようなこと考えてた俺は。うん、結構たくまと2人で飯行ったもんな。ね、ウイスキーの店行ってさ。ね、
宇宙の話してね。そう、宇宙の話して、俺がなんかタイムマシン作ろうとしてうつ病になって、それで一回相談乗ってもらってみたいな。二人で領域展開しとったもんね、マジで。そう。なんかシンプルに格闘技チームとかなかったじゃん、俺たちの地元って。うん。と港町だからさ、気性荒いやつ多いさ、もう親世代とかも。親世代から暴走族とかめっちゃおったじゃん。腕自慢みたいなの多かったじゃん。シンプルにあそこの中学校のあいつとこっちの中学校のあいつどっちが強いんだとかさ、そういうのも結構多かったの。佐々木くんはなかったの、そういうの。大阪だっけ。大阪っすね。大阪ありそうだけどね。うん、いや、ないんですよね、意外と。ないんだ。平和っすよ、めっちゃ。え、生まれも佐々木くん大阪なの。生まれも、そうっすね。え、生まれフィリピンじゃない。違う母さんがフィリピンで、お父さんは日本人でしょ。そうっす、だから普通に大阪で生まれて、日本暮らしみたいな。で、片言の大阪弁のお母さんが誕生したと。そう今日おるのかな、家。いや、おるって言っとったっすけど。さっきの母ちゃんの面白いとこは、片言の関西弁なんですね。それ今言ったんだよね。だから関西弁って言いましたね。言ってたで、ティッシュいるわか言ってから出た僕とミクルだけで部屋いるときにティッシュ持ってくるんですよ。なんで何やっとると思っとんのかなティッシュいるヒロって言って入ってくるんですよ。ティッシュはいらないっすって言ってでしたらなんか卵焼き作ったけどいるみたいなあ、じゃあ1個もらいますみたいな感じでそしたらなんかまた5分後ぐらいにティッシュいるって返ってくるまあなんかこぼれたと思ってるんですけど、多分わからんけど綺麗にしてみたいな感じだと思ってる。ティッシュはいらないっすって言ってたくまの母さんに会ったことないっけ。俺会ったっけ。一回なんか見たことあるわ。俺の母さん、うん、なんか電線かなんかさ、ね、豊橋の時にさ切るカッターかなんか借りに行ってさ。ああ、番線カッター、番線カッターかな、番切りみたいな、うん、何やろうとしたんその時は。じゃいや、それは何だったか忘れたけど、当選パクろうとしたんじゃないの。そんなでかくないですよ。ちっちゃいやつだよね、こんなやつだよね、うん、あ、そうだね。なんでかわからんけど当選パクろうとしちゃって、その発想できる時点でこの人一番危ないですよ。ニッパーみたいなやつか。その時ぐらいがあったの。たくまの母さんだったの。それ俺は覚えてないんだけど、ね、いや俺は覚えてるよ、ふわっとどんな顔しとったかなって。たくまに似てるんだ。いや、ちょっとなんか怖そうな顔してない。怖そうっていうか、なんか目つきがいいというかさ、なんか母ちゃんも職人だからね。ああ、そうなんだ。そう、電気工事士ですね。かっこいいよな。すごい、ね、地元で女性で電気工事士が一人だけだったらしいです。そう、だから人気だったらしくて、家の中に入るじゃないですか、電気屋さんって。男性がこう汗だくで入ってくるよりもそういうことね。そう、それでなんか結構お客さん多かったみたいです。吉田くんの母さんはもう吉田くんラブって感じだもんな。めちゃくちゃ一番愛情を感じるよね。確かに愛情強い、ね。僕も一回しか見たことないですけども、抱きつきたくなったんですよ。どういうことですか。まあ、ふくよかだからね。確かに、吉田君と似てないよね、全く。似てないね。親父さんの遺伝子強すぎでしょ。そうだね。似とるもんね。でも、うん、妹いるんだけど、うん、妹たちはやっぱね、年取るにつれて太ってきてるから。へぇ、全員背高いんですよね、吉田君ち。妹たちも2人おって170超えてるでしょ。そうだね。170超えてるんですか。すごい、モデルやん。いやでも横が出てきたから横が全然モデルじゃないよ。吉田君東京来る時は家族にはなんて言ったの。普通に東京行くって。東京行くって、うん、なんかちょっとだけ行くみたいな感覚で。いや違うよ、あんま良くないと思うんだけど、周りにも家族にも前々から言わなかったんよね。僕にも言わなかったで。岡康平泣いたんでしょ。岡康平には来る3日前ぐらいに行って、うん、人が泣いた。岡康平すぐ泣くじゃん。最近涙の価値落ちてきたよね。すぐ泣くもん。喧嘩したら泣く。うん、そうそうそう。俺吉田とはそうなりたくはないとか。マジでメンヘラなんだよ。可愛いんだよ。家族の反応どうだったの。びっくりはしてたけど、うんうん、俺がもう行くって言ったから、決めとったから完全に、うん、まあ、行っても無駄だろうなっていう思いもあると思うね、うん、特になんか反対も一切してなかったし。まあ結構勇気いるだろうな、でも東京に出てくるってね。だって海もさ、東京来るとき俺たち地元で練習してて、ほとんど練習相手もいい練習相手おらなくてさ、うん、環境悪い中でやってて、でロード FC とか出ててさ、韓国のその相手とかってさ、東京みたいな感じでめっちゃ集まって強い人たちが、その中で練習して切ったじゃん。でも俺たちってレスリングとか教えてくれる人一人もいないし、って中で負けた時にこのままこの環境だときついでしょみたいな。でまあ今のその朝倉みくりチェンチャレンジにもつながったんだけど、うん、環境が変われば人は強くなるっていう。それで俺たちも東京に出て、堀さんが言ってくれて東京行くかってなったけど、カイは結構悩んでたよね。あ、そうなんだ。だって高校を卒業して結構頑張って就職してさ、いいとこ入ってたじゃん、一生安泰的なさ。そうだから結構悩んでたけど、
行くぞって俺が言って、そしたら行くかってなって、でも来てよかったでしょ、研究部。世界一を目指すなんて言うようになると思わなかった。アウサイダー出身のさ、俺だし、カイももともと俺が誘ったじゃん、路上のスパーリングから。そうだね。その男が世界を目指すって言ってんだよ。すごいよね。すごいよね。これ懐かしいな、王子。ここに遊びに来たかな、俺。東京来る前。東京に一回遊びに来たんだよね。そう。うわー、懐かしい。俺の家ここっすよ。セブンイレブンが横に入りすぎて行きまくっちゃったっていう真横ですから懐かしいの。そう、ここに住んでましたからね。うわ、懐かしい。クソ懐かしいじゃん。ここで125のバイクで迎え来てもらって、佐々木くんち行って深夜まで編集して、で一緒にここ、こうした方がいいんじゃねみたいな感じで、うん、次の日朝6時起きよ。これほとんど睡眠なしで行って編集してみたいな。きついな。その時俺も朝練に撮ったっすね。確かに赤羽で撮った企画あったっけ。岡くんもそうだし、拓磨がなんかハニートラップ仕掛けてきたやつもさ、 あの黄色になったやつ、あと道でヤンキーの、あ、道でヤンキーもそうだね。なんか煽りもあれなんでしょ、雷神で結構煽り、あ、そうそう、煽りの、そうそう、八千くんとの煽りも赤羽で撮ったね。そうか、八千くんとの戦いの時はね、全然こっちだったもんね。八千くんとの戦いの時マジ焦ったな。あの怪我した時、太ももにさ、血が溜まりまくってさ、でバーピーだけやったんだけど、そう、バーピーだけやったんだけど、マジであの煽り合いの時にほぼ練習できんくて、うん、結構内心マジ焦った。確かに、ね、両方落とせんような煽り合いしたからね。そうそうそう、マジで、うん、あれも名試合ですよ、うん、そんなやつさんと今練習してね、練習してなんかお互いの技術交換してね、どんどん強くなってますよ。この辺の街並みは本当地元に似てて、俺この辺選んだんだよな最初。東京来た時になんかもうまちまちしてる感じの男はちょっときついなと思って、でこっち住んだんだけど、だんだん有名になるにつれて電車とかきついなってなって、結局赤坂に引っ越しちゃった。僕がまだ地元にいる時に堀さんがなんか祝勝会開くとか言って、でこっち来た時にゆくるがめちゃくちゃいい場所見つけたみたいな、赤羽っていう街がめちゃくちゃ飲み屋あってめちゃくちゃいいよみたいなこと言ってて、うん、で次来た時に行ったのかな二人。そうだね、勝ち羽とか言ってましたもんね。ということでね、ちょっと寄り道をしてしまいましたけど、うん、昼飯を食ったのと、ちょっと年末ジャンボを買っちゃったっていう。まずは君ちに近いんでね。そろそろっすね、あの懐かしい久々の機会よ。俺たち今1年半って何本あげたんだっけ。何本あげたかな。サブちゃん合わせたら多分700本、700本本ぐらいは。本当にそれ500か400ぐらいじゃない多分。だって700本ってやばくない。普通に考えてさ、1年半でさ700本で1日2回ペースよ、サブちゃんが256本、うん、でメインが270本、あー、だから526。結構上げたな。700本です、うん、お、右っす。急だな。マジで昔の車のナビと一緒やん。雨降りそうっすね。でもまだこの車雨に触れたことないっすよ。高級車ナンパとかさ、東京ではあんま通じんけど、地方行ったら車社会だから結構通じるんだろうね。いやこの車知らんと思うし、逆に分からんっすよ。そうか、俺もだって知らんかったもん。たくまの出番か、高級車ナンパといえば。なんか出番ってやってんやん、俺とバトル。全く高級車意味をなしなかった。そうそう、すいませんね、ただのキャッチになったと。俺もナンパしたことないからな、人生一回も。ナンパもでもさ、ナンパうまいやつって営業うまいってことじゃん。自分のプロデュースがうまいってことでしょ。佐々木くんどうなんだろう。いや、やったことないですからね。なんか下手そう。マジで、なんか不審者扱いされてる。なんて言うといいんだろうね、一番。すいませんとかなんか謝るのでもないでしょ、うん、田舎のヤンキーの手法使う。俺誰か知っとる。もう逆にさ、俺のこと知らんのぐらいの感じで、え、マジでぐらいの感じでさ、ナンパしたら引っかかりそうじゃない。でもさ、それいけるかもね。実際にイメージんじゃん。うん、そう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 。それずるいよな。ずっとご機嫌よって言ってるよ。5回に1回ぐらい行くよ多分。うわ、懐かしいっすね。見てください、あの猫臨戦態勢で待ち構えます。完全に俺のこと睨んでるんですよね。そうそう、猫をね、飼ってる。ここっすね、佐々木くんの部屋。当時から変わってないのかな。いや、姉ちゃんが姉ちゃん使ってる。使ってますよ。え、姉ちゃんいるの今。トモラトモ、ハイティー、ハイティー、いいんじゃないですか、昨日言うとんじゃんって。そろそろ男いたら。完全にめちゃめちゃいい匂いするんだけど。あー、綺麗だった。おー、なんかめっちゃいい匂いするぞ。あ、これ、これこれこれじゃん。これ、ここでやりますね。これっすよ。やったやった。皆様ご機嫌よっつって。
皆さんごきげんよう。今日はサイコボス診断を皆様ごきげんよう。いやだいぶ定着してきましたね。皆様ごきげんよう。挨拶はい、いいでしょう。これね、いや俺はさ全然初めてだから懐かしいでもないけど、どうたくま？えめちゃくちゃ懐かしいっすよ。マジ懐かしいよね。カーテンとかマジでやばい。久しぶりに入ったの、うん、この部屋で撮ってたんですよ。やっぱ狭いっすね、なんか。確かにいい感じにしてるから。なんかもうちょい昼かと思ってた。こんなもんよ。こんなもん。ここでマジで編集とかしたりさ、でウーバーイーツして食べながら編集してみたいなことやってましたよ。初心を思い返しますね、やっぱ。あんまり。いろいろ思い出詰まってますよ。でも普通だったらさ、もう違う別の居住者がおるところを佐々木くんのお母さんたちが住んでてこれたっていうのはちょっとでかいですね。ここでスクラッチしたりしましたね。そうそうそう、10万円分ね。二度ともうスクラッチは買わないで決めた。夢を語ってモルディブに行くかそうそうそうモルディブなんてもういつでも行けるじゃん、俺たち、まあ、コロナで行けないですけど、また行きたいね、コロナ終わって無事、元に戻ったら。いやー懐かしい。初心に帰るって大事っすよ、マジで。あれか、白い風船でタクマがあそこから出てきた場所や。そうです。ああ、気持ち悪い。マジで笑ったな。息できんかったわ。息できんかった。完全なやらせなのに笑気がさえこらえきれて。いろいろありましたね。でも YouTube やってよかったですね、マジで。うん、いろんな人にしてもらってね。そうですね、うん。ファンもできて、マンチも増えて。ハッピーじゃんね。そんなこんな、俺たちも成長して。そんな皆さんに、プレゼント買ってきたんですよ。え？プレゼント？クリスマスプレゼント買っちゃったんですよ。え？袋は見たでしょ、みんな。下から取ってみますか。おお。これっすね。おお。コンバース。コンバース。懐かしい。ちょっと開いちゃった。これね、今年も終わるじゃん。クリスマスだし、初心に帰るという意味でちょっとみんなにプレゼントっていうか、また一緒に頑張ろうということでプレゼント考えたんですけど、はい、欲しいものわからなくて、みんな高価なもの自分で買えるじゃん。何がいいかなって思って、はい、靴にしました。なんと、はい、初めてのお揃い。おお、おそろっち。そうおそろっち。マジお揃い。いろいろ考えたんだけど、また足並み揃えて同じ道を歩いていこうという意味を込めて。おお、そういうことか。選びましたんで。などするじゃないですか。これタクマですね。これタクマ。はい。これタクマで、ミクルさんからいただきました。佐々木君、ね。おお。可愛い。そうそう。これ吉田君ですね。おお。これ色が。あ、色地？あ、これあれやん。字幕の色。字幕の色。そういうことか。お揃いですね。おお、可愛い。めっちゃいいやんこれ。めちゃめちゃいいやん。これは嬉しいですね、マジで。みんなお揃いだし。これ嬉しいな、めちゃめちゃ。初めてですね、でもお揃いのものって4人でね。自分のブランドとかはさ、まあ、着ててくれたりしてたけど、コンバースの足めちゃくちゃ入ってたな。それ1回入ってみよう。サイズはね、ボーリング大会の時に俺あ着てたんだ、ちゃんと。やるね。やりますね。サプライズ覚えましたね、これも。こういうのがなんか一番嬉しいかもね。嬉しいですね、うん、なんだかんだ。だが値段より。そうだ、値段じゃないなって気持ちが伝わりますよ、うん。これ紐、みんな紐に苦戦しております。え、でも俺こういう靴初めて買ったの。ハイカット。結構おしゃれだよな、でもこれ。完成。これ履かないの？はい、履く。そう。はい、こっち左足。両方履いてるよ。両方。片方にしようよ。よくあるじゃん、こうやってなんか。あ、出た。そうやね。人手みたいにやる。人手。これいいな。これクリスマスプレゼント？コミコミ。コミコミっすね。うわ。くそ。ミスったわ、紐全部。どういうこと？最初からだ。あれあれ。いやでも YouTube 始めてここまで来れて、で今年の目標は5月まで200万人でしょ。200万人。200万人行きたいっすね。いや本当行きたいな。サブちゃんもさ頑張ってね。50万人。しっかり年末買って。まだ縮小会やりたいね。縮小会ね、やりたいっすね。終わったら何して一番に。ちょっとだけ酒飲みたいかな、一週間ぐらい。あ、ビールとか。そうだね。で、また頑張ろう。センスいいね。かっこいいっすね。やばい、やばい。これを選んでくるあたり。これしかなかったの、それ。字幕の色が。めちゃめちゃ大変よ、探すの。あ、字幕の色、うん、これいいやん。めちゃめちゃ合ってるよ。合う。あ、これこういうのね、中学生以来か。ほんまに中学生以来。俺も結構似合ってるし、これ似合ってる。やってますね。コンバース履いたことある？一応ある、一応ある。中学生があるの。コンバース初めて。あ、初めてなんですね。
あんまり言い過ぎた案件みたいなね。編集ですね。タグマが、タグマがもう一度なんか角度がいかんな。十字じゃないと。あ、これどうですよ。これめっちゃいいんじゃない？うん。息切れすぎでしょ。なんでそんな息上がったの？なんで息そんな切れてんの？興奮して？いや、靴履いたらもう疲れてないですか？靴履くだけで疲れる男。堀さんが手掛けた金網のメガジムがついに完成したということで、今日は僕と弟でちょっと軽いスパーリングで初めての使用をさせてもらうということで。おーい、